チャオ、こんにちは。今日もパスタ作りの時間がやってまいりました。今日はですね、鮭、サーモンとレモン、それからアボカドの、まあ、ちょっとサマーパスタみたいな感じなんですけど、温かいパスタで作ってみたいと思います。ご視聴よろしくお願いします。Thank you.
はい、ではいただきます。サルテ、乾杯。うまいね。さあ今日作ったサーモンとアボカド、いかがですかね。まあ、ちなみにアボカドってイタリアであんまり見たことないですね、やっぱり。でも美味しいですよ。せーの。眉。美味しいわ。こうね、よくある冷製パスタみたいにすごいこう冷えたキンキンじゃない生ぬるいパスタなんですよね。でもそれがかえっていいです。で、サーモンもソテーしてないから柔らかいまんまですね。これへん食べやすいですね。これね、以前はアボカドとレモンとサーモンのサラダをよく作ったんですよね。で、それをそのパスタに応用できるかなと思って考えて今日作ってみたんですよ。まあ、大当たりでしたね。美味しかったもんね。まあこういうちょっと冷製パスタチックなものもあっていいかなと思います。ただ日本のキンキンにこの冷たく冷やしたパスタっていうのはね、イタリアではもうほぼないんですよね。まあ、もちろん日本の風土にはよく合ってると思うんですけど、だから多分イタリアで冷やしパスタって言ったらこういう生ぬるい系だと思います。でも美味しかったよ。じゃあ今日も最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画でお目にかかりましょう。チャオチャオチャオ、さよなら。